いた。今噛んだでしょ。どうやって？いや絶対噛んだ。下手くそ。下手くそってなんだよ。そんなキスじゃ気持ちが断線するわ。はぁ？何？いやいや。嫌なの？いや、こんな状況は嫌でしょ。話したくないんだね。いやだって本当のキスって。もういい。僕はもう一度彼女につなぎ直した。いやだからそのごめん。やっぱりこんな形は嫌だ。まあそう言うなよ。でもさ、会いたい。僕はなぜだかその言葉を聞き涙が出てきた。泣いてる？マジで？弱虫。泣いてねえ。わかったよ。ああ。じゃあおやすみ。今夜夢に出てきたらもっと優しくしてね。なんだよそりゃ。またね。会えない時間が愛を育てる。誰かが言っていた言葉を僕は思い出した。スマホの画面が暗くなると同時に僕は確信した。僕ら二人の中には心のリモート距離が存在しないことを。